第二次世界大戦中のカリンハル。カリンハルは、ドイツの政治家、ヘルマン・ゲーリングがショルフ・ハイデに建設した豪邸。その名は、ゲーリングの亡き繊細カリン・ゲーリングにちなむ。かつてカリンハルに立っていた像。かつてカリンハルに立っていた像。ゲーリングは、森林長官、狩猟長官という立場から、ベルリン北東部ショルフ・ハイデに、 自分の邸宅以外の建物の建設を許さない10万エーカーの自然保護地域をプロイセン州政府に用意させ、そこに唯一の建物として自分の豪邸を建設させた。その周囲は狩猟用の長獣の居住区であった。この邸宅は当初より彼の戦災狩りを記念する建物として計画されており、カリンハルと名付けられた。カリンの棺は1934年夏に、 スウェーデンからここへ移された。この豪邸には、ロシア式サウナ、映画館、トレーニングジム、迎賓ホールなどが設けられており、また、ゲーリングの趣味の一つだった、巨大鉄道模型はこの邸宅に設置されていた。ゲーリングはこの屋敷の充実に力を注いだ。ゲーリングの公式電気作家、エイリ・ヒグリッツバッハはこの邸宅について、次のように語った。 これこそ彼の一生の夢の実現を図ったものである。彼は長い困難な年月の間、いつもその計画の詳細を頭の中で考え続けていたがために、わずか10ヶ月という短期間にそれが完成できたのである。彼は建物、それを取り巻く庭園、織物類、カーペット、ランプの取り付け具や壁掛け、ドアの取っ手や階が、 美術品に至るまですべて自分で計画した。背景は完璧であり、家の配置も申し分ない。これは、すべての効果のうち最も素晴らしい点だ。どの窓から外を眺めても必ず湖か森が見え、室内で上を見上げれば、清潔な松の天井や柏の量が見えた。家がそこに根付いているかのように思えた。各国の洋人もこの邸宅を訪れている。ブルガリアをボリス三世。 ハンガリー王国摂政ホルティ、ギリシア王ゲオルギオス2世、イギリスのウィンザー公、日本の松岡洋介外務大臣や山下、智も将軍、アメリカのチャールズ・リンドバーグ、各国中毒大使などがカリンハルを訪問している。カリンハルの残骸敗戦直前の1945年4月29日、赤軍による略奪を防ぐため、帝内の美術品などを持ち出して、 ベルヒテスガーデンの別荘に避難させた上で空軍の公平により爆破された。現在は門中、邸宅の基礎、装飾用の石材などが残るのみで破壊を免れた銅像はエーベルスバルデに移築された。ありがとうございます。